作ろうドールハウスお部屋、はめ込むワンちゃんハウス、テレビ完成、いちごちゃんソファ、電気スタンド、おお、すごいワンちゃん完成です。はい、始まるよ。ワク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 チャンネル、ヒップホップグループガキレンジャーの DJ オショーです。ワクワクチャンネル、今回ご紹介するおもちゃはこちらの商品です。ドン、作ろうドールハウスお部屋、リビングルームです。はい、こちらペーパークラフトのジオラマセットです。接着剤とかは使わずに組み立てられるようです。こんな感じでね、かわいいお部屋が完成するようです。楽しみ。ではでは早速行ってみよう。ワクワク。では開封。はい、中身はこんな感じです。厚紙が3枚、結構分厚いですね。説明は表紙に書いてあるこれだけですね。同じ番号のところに差し込んで遊んでね。接着剤は使いません。では組み立て。ワクワク。パーツを手で押して切り取って、それでどんどん差し込んでいくみたいな形ですね。こんな感じで、簡単に取れますね。ワンちゃん、これがこう壁になるところですね。これはこんな感じで取りにくいな。これちょっとね、取りにくいんで、こういった細い棒でこう押すといいかもしれませんね。はいはい、2番。この穴に差し込みます。この穴をね、開けるの忘れてました。ここだ。あ、ここにもあった。もう最初に開けておいた方がいいですね。お、はまったはまった。これね、やっぱ紙同士なんで、プラスチックみたいにカチッとははまりませんね。ギュギュギュって押し込むような感じです。床と壁ですね。はい。ワクワク。よし、こっちも開けておこう。はい、こういう細かいパーツが結構出ますね。まあこれゴミですね。はい、切り取っていきます。これが、これなんだっけ、これはちょっと切れ目が入ってますね。こんな感じで、ここかな。リボンの柵だ。細かいんですよ。こういう感じでちょっと角度がついてますね。おー、意外とリアル。よし、じゃあ次はこれ犬小屋かな。切り取って、これも切れ目が入ってますね。折りたたんで、でこの穴に、よし入った。はい、犬小屋完成です。かわいい。いいね、いいね。ん、これ天井、あ、屋根があるんだ。屋根。これかな、屋根。切り取って、穴開けときましょうか。よし。で、折りたたむと。あ、これ屋根先につけといた方が良かったですね。はい、ワンちゃんハウス完成です。いいね、いいね、いいね。こういう感じで見ると、お、結構リアル、リアル。いいね、いいね、いいね。で、さっきのワンちゃん、これが、あ、ここか。ここに来るんですね。まあ、ちょっと後でつけましょう。ワクワク。どれから行こうかな。テレビラックだ。こうなって、はい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 。なるほど。そしてこっちがテレビですね。すごい。何を見てるんだこれ。宇宙系でもケーキが浮いてる。お
これは電波系のテレビ番組ですね。これをこう台座に刺す。53、53。はい、テレビとテレビラック、これガスレンジみたいですが、多分ねビデオデッキとかその辺のチューナーとかそんな感じなんでしょう。これをこの穴とここですね、2箇所。よしよしよし、おお、はい、テレビ完成。おお、なんか部屋っぽくなってきましたね。いいですいいです。ワクワク。棚ですね。これ外すとき結構気持ちいいですね。この棚はここですね。はい、壁の穴は10個。この穴に。なるほどなるほど。よし、こんな感じなんですが、これサイドパネルがちょっとわかんないな。なんだろう、このサイドパネルをはめるとこの辺がまっすぐはまらないんですよね。はい、とりあえず一旦こんな感じで棚は完成。はい、ワクワク。はい、テーブル完成です。これはまあ一応この辺に置いとこう。あー、家っぽくなってきた。はい、じゃあどんどん抜いていきましょう。折りたたんではめ込む。はい、いちごちゃんソファーの完成です。はい、この辺に置いて。おー、いいですね、家具が増えてきました。よし、おお、さくらんぼソファーの完成です。おお、はい、さくらんぼソファー2つ目。ちょっともう置き場所ないぞ。おお、このワンルームにソファー3つにテーブル、ちょっと置きすぎですよね。ワクワク。この穴開け作業なんですが、ちびっこは途中で飽きそうですね。穴開け作業だけ親御さんがね最初にやってあげた方がいいかもしれませんね。この穴開け作業が面倒で挫折してしまうちびっこが多そうな予感ですね。こんな感じで曲げて、あー、こういうことか。なるほど、パズルみたいだな。ちょっとわかりにくかった。なるほどなるほど、よくできてますね。はい、これが電気スタンド。ワクワク。これは、あ、これスピーカーかな。あー、なるほど。ちょっと一旦ソファーをここに入りますね。はいはいはい。こんな感じです。おー、スピーカーは今っぽいですね。なんかビデオデッキみたいなのあるけど。そしてこの横にスタンド。はい、すごい、この電気スタンドなんかひな祭りみたいですね。そして薄型テレビがある、スピーカーがある、なぜかビデオデッキ VHS。 はい、じゃあここにもう一度ソファー類を。いや、これはこれはこれは、はい、一応部屋が完成しました。メルヘンチックですね、これは。はい、ワクワク。じゃあちょっとワンちゃんも乗せちゃおう。はい、ワンちゃん、ドッグフードもついてます。あー、骨ついてますね。これをここに。はい、ワンちゃん骨見てます、欲しそう。そして
部屋の主登場。切り抜こう。こんな感じで、こういう感じで、はい、はい、このキラキラガール、名前は何にしよう。んー、じゃあカズエ。はい、このカズエちゃんを、はい、このワンちゃんの横にね。はい、というわけでドールハウスリビングルーム完成です。ワクワク。はい、では近くで見ていきましょうか。はい、こんな感じで下から見ると結構リアルですよね。小屋の柵、ドッグフード、ワンちゃん、ブブくん、そしてカズエちゃん。はい、犬小屋もきっちりしてます。そしてテーブル、いちごちゃんソファー、さくらんぼソファー2つ、電気スタンド、テレビセット、意外と細かい棚。はい、こんな感じですね。ワクワク。カズエちゃんとテーブルどかしてみましょうか。おお、こうやって見ると結構広い部屋ですね。カズエインザハウス。私、宇宙系番組が好きなの。ワクワク。カズエ、ちゃぶ台返しもしちゃうわ。ワクワク。エンディング。はい、というわけで作ろうドールハウスお部屋リビングルームのレビューでした。今回ね、これ作るのにね、なんだかんだで1時間近くかかりましたね。まあでもこれ100円でこれだけのクオリティ、これはね、なかなかお得感ありますね。次はね、このドールハウスにいろんなフィギュア、モルカーとかそんなものをね、絡ませて遊んでみたいと思います。以上、ガキレンジャー DJ おしょうのワクワクチャンネルでした。またお会いしましょう。ワクワク。ワクワク。ワクワクチャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねもよろしくお願いいたします。そしてそして、こちらの動画もチェック。Thank you.